シエールとは、スイスバレー州ローヌダニにある、基礎自治体で、バレー州のドイツ語圏と、フランス語圏の境界に位置している。シエールはフランス語読みで、ドイツ語では、ジーダースとなる。シエールと近郊の湖、ラックデジャランドシエールの北に広がる高原地帯には、山岳リゾートとして知られる、クランモンタナがあり、ローヌ川を挟んで南にアニビエダニが伸びている。 街の紋章に太陽が使われているように、シエールはスイスの中でも特に乾燥した地域であり、年間約300日の晴天日を数える。ブドウ畑に囲まれたシエールとその周辺地域は、スイス有数のワインの産地になっており、シャトードビラにあるバレー州ワイン博物館では、ワイン作りの民具などが展示されている。また、シエールと隣村のサルゲッシュの間は、 ワインの小道と呼ばれる散策コースになっている。オーストリアの詩人で作家のライナー・マリア・リルケは、1921年から死去する1926年まで、シエール郊外の溝に住み、晩年の大作、ドゥイノの日課を完成させた。シエールにある、リルケ財団では、リルケの書簡や自筆原稿など展示している。ありがとうございます。